おはようございます。池上です。本日も毎朝の連続パイロットビ l o ご覧いただきありがとうございます。えー、本日はですね、タイトルにある通りですけれども、もうそろそろですね、フライトシミュレーターの PC 対応の方の、えー、クラッシュ率の高さっていうところですね、どうにかしてほしいということで、まあ、これに関しては軽減したっていう声も一部では聞くものの、まだまだフライトをしたりとか、まあ、多少こう、 操作的な部分で重たい動作をするっていうようなところが起因なのかわからないですが相変わらずですね、クラッシュが非常に多いというところでもうそろそろ痺れを切らしてというわけではないですけれども、えー、以前からですね、たびたび情報提供をしてくれているマイクロソフトの方でフライトシミュレーターチームに関わっている、えー、友人を経由してですね、ちょっと偉い方へ、えー、直談判というような形で まあ、所感ですけれども、えー、当てたものがあるので、ちょっとそこら辺の経緯、えー、それから話というところをしていきたいと思っています。で、まあ、ただそれだけですとね、なかなか、えー、暗い話題というかですね、重たい話題になりそうなので、後半パートの方は、以前からリリースを告知しているホームページの方ですけれども、えー、そちらのですね、アウトラインがなんとなくでき始めてきたので、プレビュー的に、えー、どういった内容を 提供予定かというところを紹介してみたいなというふうに思います。ということで本日もお付き合いください。はい、えー、それではですね、まず一つ目のトピックスということで、えー、今回のですね、フライトシミュレーターのアップデート、シムアップデート5という内容ですけれども、 そこを規定にですね、まあ、Xbox との兼ね合い対応というところも踏まえてなのかもしれませんが、非常に PC 版のクラッシュ率が高くなっているということで、いまだにですね、僕の環境ではなかなか安定が得られずにですね、まともにワンフライと飛ばせない日々が続いているんですけれども、こういった方、意外とですね、減っていないというのが実情なようで、 一部にはクラッシュ率がかなり軽減されたっていうような声もあるんですけれども、ま,あ、まだまだ不安定さというところでは、以前に比べるとですね、圧倒的に悪いというところもあって、今どういったスタンスで取り組んでいるのかっていうところがですね、まあ、気になったので、以前からもうちょこちょこと話題に登場しているマイクロソフトの公式の方でですね、フライトシミュレーターの開発に携わっている友人を経由してですね、 今、どういった現状で対応はどういうスケジュールで行われる予定なのかというところを徹底的に聞き上げてみよう、ヒアリングしてみようということで、今回はですね、その友人の助けも借りて、えー、所感という形で偉い方にアタックしてみるということでトライしました。まあ、内容としてはですね、非常にクラッシュ率が高いというところの認識があるのかないのかというところと、まあ、この点に関してはフォーラムなどでも話が出ているので、 十分公式の方でも理解はしてると思いますけれども、まあそういった部分と、今後の対応はどういった予定でしているんだっていうところで、どちらかというと後者の方が気になるところなんですけれども、そういった部分を聞き上げるというところも含めてですね、怒りの所感を当ててみたということになってきます。なかなかこう知り合いを通じてではあるものの、こういったことをすることっていうのは、まああまりしたことがないんですけれども、さすがにですね、 もう1ヶ月近く経つにもかかわらず何のアクションも取られないというかですね改善が見られないというところでなんだかこう中の雰囲気とかですね話を聞いてる限りなかなかこうシビアに捉えていないというような風潮もあるという話を聞きつけてのえこういった書簡を当ててみたというところになっています、まあ、あのまた結果が届けばですね 動画の方で紹介したいと思いますけれども、えー、そんなアクションを撮ってみたというのが前半のお話ということで、えー、後半パートの方はですね、ちょっとこんな、えー、まあ暗い話題というわけではないですけれども、ちょっとセンシティブな話からは離れてですね、以前から告知しているホームページの話という方をやっていきたいと思います。ということで、えー、画面の方を映って紹介していきます。 はい。ということでですね、こちらが、えー、リリースを予定しているホームページということになってきます。えー、今予定している内容としては、えー、クルーと書かれているのが、まあ、いわゆるヒントとか手がかりみたいな意味ですけれども、まあ、フライトクルーズのクルーと言えんがあるところですね、えー。ここにですね、機体ごとのティップスをまとめるということで、日々の動画の中から、えー、タイトルを抽出してですね、例えばここの項目を見たければっていうようなので、 えー、体ごとに、えー、立ち上げ、それから個々のポイント、この機能はどういうふうに使うんだ、みたいなところを、えー、毎朝ですね、分散して紹介していたところを一つのページにまとめていくと、そういったページですね。えー、それがこのクルーというページで、このお隣、フォーラムというページでは、動画のコメント欄でいろいろやり取りをしてきたんですけれども、なかなかこう一言で表せないっていうような、 例えば、ここのボタンの内容が知りたいみたいなのでも、画像の添付がですね、YouTube のコメントの方にはできないっていうところもあって、こちらのフォーラム機能でですね、こういったポイントが知りたいっていうような画像添付で、 えー、Q&A セッションを持ったりとか、えー、もしくはですねたびたびコメントで質問される内容っていうところを取りまとめて、えー、FAQ のような形でのセッションみたいなのを立ち上げていこうかなという意味でのフォーラムというところですねそれからダウンロードは過去に作ったマニュアルだったりとかチェックリストっていうところが一括でダウンロードできるようなそういったページを準備していこうというところですね それから最後、コンサルティングというのがあって、まあ、これはですね、以前からやっていて、もう何名もの方をですね、アシストさせていただいて、アメリカの方であったりとか、ヨーロッパの方にライセンスを取りに行って、実際に向こうでですね、働いている方もいらっしゃったりするんですが、そういった形で、実際のリアルな世界でのキャリアサポートというようなところで、これまでですね、体験してきた日米での、まあ、いろいろな体験、 それから特にアメリカでですけれども、共にですね、訓練を受けていた仲間たちと、その知人というところで、かなり世界中広くエアラインからコミューター、小さいところではブッシュパイロットっていうところまで知り合いがいますので、そういった皆さんのヘルプも得てですね、実際にパイロットとしてのキャリアを築くところまでっていうののトータルサポートっていう形でやらせていただいている内容ですね。こちらの方ですね。 1> ここ1年ぐらいは、えー、なかなかこう海外に行けないというところもあって休みがちな部分なんですけれども徐々にまた、えー、渡航できるようになってきた時にはパイロットを目指している皆さんの、えー、お手伝いができればというところで設定しているところですね。ということで、えー、主なところはですね以上のような機能でリリースは多分9月の頭になってくると思いますけれども 着々と準備のの方を進めててておりますので、えー、期待して待しっていていいいただければとと思いますということで今日は公式の方に書簡を当ててみたという内容と、えー、フライトクルーズのまとめサイトといえばいいですかね、えー、新しいホームページの話というので今どこら辺までできているのかというところの紹介を簡単にしました今後はですねマイクロソフトフライトシミュレーター一択でこう依存してきた中で エクスプレーンであったりとか、まあ、他の媒体も、えー、使っていてもいいのかなっていうのは、たびたび検討しているところではありますけれども、空の話、えー、それからパイロットの話というところでですね、ツールはさておき内容が充実できるように考えていきたいと思っていますので、えー、ぜひチャンネル登録していただいて、日々動画の更新、そしてコメント等でですね、それぞれ、えー、知りたい内容等々、 上げてていただければと思っておりますそんなところで本日もご視聴ありがとうございましたまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは figured it out